コロナとかありますよ、もちろん。観客も 1.5 メートル以上、2メートル以上離れないといけないっていうのはありますけど、それでもやっぱり一人でも多くの東北のお客さんを入れてほしい、見せたいっていうのが意気込みっていうよりは願いですね。私も人形劇を普段やってるんですけれども、普段の人形よりも格段に大きくて、普段人形一人で1体操作できるんですけれども、これだけの人数で動かさないと動かないっていうので、そのよりみんなの一体感が必要になるなと感じて、でもすごく楽しくやってます。